がとうございますね。え、何も言ってないのに大丈夫、まだ伸びるよっていうのは本当にそういうことじゃないよ。見た目がとかじゃなくてよ。ちょっとちょっと、そう、年取ったなってみんな言うけど、みんなもだよっては思います。はいはい、ありがとうございます。まだいけるよって何の話ですか。はいね、びっくりですね大人です、大人です。そう、あのさ、あの熊本いる間に熊本に帰ってたんですけど、あのワンピースの人形ジュエリーのこともあって、はい、帰ってたんです。そう、今日まで、今日の朝までいたんですけど熊本に。それであの KBC の、 あのラジオの現場であのワンピースマンチョコいただいて、それで自分でもコンビニで10個買っちゃったんですよ。結局熊本で帰ってあったから、あの熊本駅、あの新幹線で行く時、うん、熊本から福岡行く時にあの改札入ったとこのコンビニにあったんです。だから10個買ったんですけど、結局買い足しちゃったの。そうそうで、いただいたのもあって約結局30個ぐらいあのゲットしてしまうっていう。今週もまあそれをですね、うん、すごい数になっちゃって、結局まあそうだから、その持って帰ってもいい、こっちに持ってきてもいいけど、ちょっとウェハースまみれになってしまうから、助けてお母さんっていうことで、あの開封式を昨日夜中にやりました本当はね配信したかったんだけど、もう夜も遅くて、あの1時とかそのくらいにあの開け始めて、1時半ぐらいかなに夜中母と2人体制で開けるっていう会を開いてやっちゃったの。そうなんか熊本でゲットしたもの、そのいただいたプレゼントの分と自分で追加で10個買ったものを開封しました昨日の夜。そう、本当夜中、何でも終わってしまった夜中にもう開封しちゃって、で申し訳ないけどウェハースあげるよってことでウェハースを置いてきましたシールだけもらってそうなんです、もうあげあげで。そうで、私がこう破るじゃない、あのお菓子破ってウェハースのチョコを抜くのね、抜き取って、でその抜き取ってシールが入ったその空のそう空の入ってた外袋を渡してママに、でママの反応を見て楽しむっていうことをしてたの、ずっと。それがまあ30個ぐらいあったんでなんかママがずっとリアクション取ってくれるの見て、最初にママの顔のリアクションを見て、あ、誰誰誰って、でじゃんってそれをずっとやってたの。何回やったのそれを。途中からそのママの反応がおもろくて、で私が欲しかったのがその持ってないのが、前回もまとめたけどレアが何枚かあったよね。レアとあとサニーくんとベポが出てないっていうのと、あとはそうだよね、多分そんな感じで、で私はそのベポとどうしてもベポとあのサニーくん絶対に当てたいって言って言ってたんです。だからそれ来たらめっちゃ高まるみたいな感じで言ってて、開け始めてて、で、まあ、最初はそのウェハース、そのまあそう言ってもねって、そんな食べる本当にって、ママそんな食べるって、あのだからこの1枚のジップロックに入る量だけ開けようって最初なって、そう7個くらい入ったそのジップロックだったんですけど、そのまあ保存できるね袋、そうで7個開けたけど、もうかぶりばっかりで、その7個が
ごめんもう一回いいって言って、もでまた7個開けたんです、その2袋ぐらいならいいっつって2袋目やってうーんちょっと絶妙だねって言って、ごめんもう一回やっていいって言って、結局全部開けたっていう。そう、そしたら4袋ぐらいできたから、本当に30個近くあってでも聞いてみんな、なん出たんです、なんとなんとなんと、じゃん、あー出た嬉しい、両方出たんです。この間ぬいぐるみ持ってたじゃないですか、2枚とも出たの、めっちゃ嬉しい、これめっちゃ嬉しかったっすね、ほんと。ママがめっちゃ一番いい反応してくれて、もう私がこの2人出たらやばいって言ってたから、でも本当に後半もう残り2枚とかそんぐらいで出てきたの。そう、どっちだったかデポだったかな、もうそしたらママがはぁみたいなすごいリアクションだったの、すごい、もう今の CM いけるよってぐらい、 CM パーンっていけるよってぐらいの、もう本当に自分の母なんですけど、めちゃめちゃね、あのリアクションすごくて、ほわーそん来た来たみたいなそれで行くよ行くよって、じゃんわーみたいな、それも深夜のもう2時近いそう1時過ぎ、マジ逆にその深夜テンションみたいになっちゃって、もう2人でもめちゃめちゃ盛り上がりました。パパも寝てました、はいっていうすごいね、もう楽しい時間を過ごしました。ちなみにあとね、そう、歌の多分これキラキラ、歌のキラキラも出ました、これだよね、歌のキラキラだからね、あと多分シャンクスのレアだけかもしれない、もしかしたら。あとこれも多分初見、これ初見、これも初見な気がするね。これのさ、これは出てたじゃん、これまた出たんだけど、これのなんか新芽みたいな、新芽っていうかもう一種ってこんな感じだよね多分。でこれ出たのシャンクスのレアのだけなの、あとで、あと30個あるじゃん、30個空いてないのがあるんですけど、ここの中にもあるんじゃねって思ってる。あ、それがシャンクスのレア、え嘘、あこれもこれシャンクス単独のレアってないの、え、あこれ、あ嘘マジってことは、じゃあコンプリートしちゃったのか、やばー、ウケる、えコンプ、あそうなの、じゃあ熊本でコンプできたってこと、これがなかったやつってこと、へえ、コンプしたらしい、みんなマジマジ、あと30個あるけどどうする、えマジ、全然楽しい、でも楽しいから、あコンプしちゃったんだって、初めてこういうのコンプしちゃった、やばい、イエーイマジかマジか、あそうだったんや、これかシャンクスの一人もこうやって歌みたいにあるのかと思ってた、そうなんだね、じゃあもう私全部揃ったんだ、すごーい、ありがとう誰に感謝なのかも分かんない、ありがとう。ただね、そうまだ1枚しかないのが、ほんとサニーくんとか、あでもあれだ、それで言うとナミさん弾いてないんです、まだナミにまだ出会ってないの、それすごくない、あのファンの方にナミのシールもらってて、それでナミさんいるんだけど、ナミ弾かなかったの熊本で、その開けたやつも。ちなみに出たのがこの辺も出ました、また2枚目です、なんか2枚あったら使えるんです私の中でそう全部揃わないと使えないからさ、こういうウソップがね3枚ぐらい出ましたね、3枚、ウソップ結構かぶりありました、はい、そう私そう保存用がないとあの使われないタイプ、残り30個に波がいたら全部弾けたことになる自分で。ゾロもね2枚出ましたね、ロビン、うん、でジンベイが2枚でシャンクスが2枚ベックマンも2枚ラッキールーコビーウタが3枚
これも嬉しいですね。とっても時間とブルック、はい、こんな感じです。今私が持ってるのは、そうだから地引きできてない。ナミさんだけ地引きができてなくて、まあ一応シールは全部揃ったんですが、地引きしたいね。まあさすがに30個あればできるでしょう、ナミさんということで。30個近く分けてナミさん出てないってことだからな、まあさすがに出てほしいけどな。はい、ということでそんな感じです。これね、まだ配信できるからね、まだまだ始まったばっか。何に入れて保管してるの？まだね、保管してなくて、本当に本当この間の配信のままもう置いてるだけですよ。ほら、もう束がいっぱいある。シールの束しかないです。そう、保存するにはさ、こういうなんかケース持ってなくて、どこに売ってるか知ってますか？知ってる方いたら教えてください。ありがとうございます。はい、そう、曲がっちゃうの。そう、なんかしなってどんどんさ、こう内側にこうなっていくの。シールがこうやってしなっちゃうから、早くね、しまいたいの。どこに行ってる？え？100円ショップにある？ほんと？じゃあ100円ショップに行ってみるか。ありそうってね。こういうシールをここまでガチで集めたことなかったんで。だって集めるともう終わりが見えないって分かってるから、いつも、うん、昔よりガチャガチャとか、ガチャガチャもやり始めたら止まらないから、その出るまでだから、結構見過ごしてる。ワンピの実本当に見過ごしてる。えらい。やっぱね、でもちょっと今日はワンピースの話をしに来たわけではないんですけど、まあ好きな話をして楽しいんですけど、はい、まあね、もう21歳終わるんですよ、そろそろ。ぼちぼち、あと10分ぐらいですか。ありがとうございました。21歳も本当はもっと振り返らなきゃと思ったんだけど、なんか本当にね、そういう日を取り行う日があるじゃない、きっと秋葉でさ。だからなんかそこまでこってりここで話すと言いたいことなくなっちゃうっていうか、言えることなくなっちゃうからね、程よく、そう、あんまり堅苦しくなくね、痛いなと思うんですけど、火越すよこれ。大丈夫、あるから大丈夫。多分またいでも大丈夫な人になってるはず。誕生日モード、はい、ね、ハッシュタグ決めました。あ、決めた、さっきツイートしましたよ。一番シンプルあれだよね、いつもああいう感じだよね、いつもね。ね、ハッシュタグ、そう、ヒーコス配信初めてって、そうかな、初めてかな。去年やってないっけ。1年前のこと思い出せない、全然。20から21って何してたんだろう、何してたかな、全然覚えてないな。そう、私数えやすいんですよ、西暦2022年じゃん今年ってことで22歳みたいな感じで、そう、西暦2022引いたら私の年になる。まあそのぐらいの年だねってなる。そう、数えやすい。2000年生まれだから数えやすい。忘れないかも、ボケても忘れないかも。2000年生まれって便利。同じだよって人いる。楽だね。これほら、そう、でもやっぱ21歳最後ね、最後大仕事っていう意味では、やっぱワンピースの人形ジュエリーですね。もう昨日もいっぱい泣いちゃった。これね、もう分かる人には分かる。こうもう落ちてるの拾ってきたっていうか、そう、キラキラです、これ、キラキラです、拾っちゃった、こういうの。やばかったっす、本当に幸せでした。感動しちゃう、本当思い出すと本当にやばかったっす。はい、
なんか謎にプチプチの袋に入れて持って帰るというプチプチじゃなくてもいいよねっていう感じですけど、はい、もらってきました。そうね、だからすごく幸せな時間でした本当に。うん九州ね、そうだよね、来れなかった方もいると思うんですけど、うーめっちゃ良かったです、本当に良かったです何とも言えない、なんて言っていいかわからない、ね、本当にまとめられないってくれ、良かったですってしか言えない。そうなの、東京で再演絶対にできないと思いますいや私が言うなよって話なんですけどいや本当に何人いたのってくらいの、本当地元の皆さんといろんな、そう本当に集まってできた。だからもうこのなんて言うんだろう、もうなんだろう、もうこの2日間とかって、あもう唯一無二っていうかさ、もう集まることないんだなっていうかさ、なんて言うんだろう、もうここでしかみたいなことをなんか本当に感じてしまったよね、感じました、もうあの日あの時みたいなことをこう全部こう、うん、なんだろうな、思いましたね本当に。だからね、なんて言ったらいいんだろうね、語彙力が本当になくなっちゃうんですよね、すごってしか言えないようなそういう感覚、ここでしか、本当そうここでしかみたいな、本当にいい経験をさせてもらいました、うん、幸せですうん、もうみんなに来てほしかった、うん、来てくれた方もいたと思うんですけど、もうみんな見てってぐらい、もうワンピース好きな皆さんも全員絶対みんな来てって思いながら過ごしてたそういうことあれだよね、 それこそそう本当に思ったことがずっと思ってたけど、なんだろうね、そういうのつぶやけようって話なんですけど、円盤化とかされませんかね、されてほしいけど、でももうさ終わったことなのにこういう言い方してあれだけど、本当にあの空間でしか味わえないようなさ、あのさ本当に良かったんですね、なんか自分が出てるんですけど、動いたりとかするのはもちろん人形だから なんかうんとね、参加はしてる、出演はしてるけど、なんかあんまどこまで言っていいのか分かんないんですけどもうあたかネタバレっていうか、まあ自分がいた位置がその客席と、まあなんかいつもで言うと花道みたいなとこでお芝居というかやってるわけです私は。だからなんだろう、両方の感覚を得てる感じで、すごいこうなかなかないよなって思っちゃった。出てるけどでも人形がやってくれてるこの感じだから、両方の感覚を持ってやってるから、出てるのもそうだけどでも見てたりとか、そうなんかうん、だからすごい初めての感覚でした。だから感動とかを、自分がもちろんいろいろ舞台とかやってきましたけど、全くもって自分がずっとさ出てるわけじゃない、ステージに、そういう感覚じゃなかったから今回、でも出てるからなんか初めての経験だし初めての感覚だった、うん、すごかったですね。だから本当にうん、はい、まあそれが最後に来て、だから21歳って幸せだったな、幸せだったなというか、本当にそれだけじゃないですけど、まあちょっと本当これ以上言うと本当にあれだから、そういう日にそういうこと言えなくなっちゃうからって思うけど、まあ振り返るとね、いろいろやりましたね本当。そう好きなこともがそうできたりとかもあったり、いっぱいありましたね本当。ありがとうございます。髪の毛気にしない、はい、すいません今日は巻いてるんで、そうなんです。
ないです、すいません。もう終わりますね、21歳も。どんどんね、あの出るんですよ本当に。私本当にどうなるんだろうって思う、こんだけ脆くなるから。すぐもう赤っ鼻です。そうなんですね、はい。だからね、何もなかったですよ今、一瞬止まっただけですって思う本当に。やだ、こういう配信したいわけじゃない、別に違うから違うからやめて、直す直す、やだやだ、そういうことじゃないよ。まあでも本当にいい経験をたくさんさせてもらいましたね。お、治った治った、ありがとう21歳。もう終わる、終わるって、21歳もありがとうございました。21歳、本当にありがとう。来る、なんかあのね、タイム見てなくて時計ないんで、あるんですけどずれてて何にも役に立たない時計。なった、なった、もうなったの、あと10秒、9、適当に、8、7、6、5、4、3、2、1、おめでとう、多分おめでとう、このくらいかな、おめでとう。おめでとうございます、やったー。本当にありがとうございます。クラッカー鳴らしていいですか。でも待って、めっちゃ怖いからやっぱやめようかな。あ、ダメだ、マナーに夜遅くにしないことって書いてあるからやめよう。やっぱそうですよね、心臓に悪いですもんね。あの、終わってから自分で打ち上げます。はい、パーン。おめでとう。ありがとう。よし、じゃあつけよう、家にあったお誕生日誕生日グッズ、これしかなかったよ。はい、ということでめでたく22歳を迎えることができました。ありがとうございます。なんかもうさ、いや変わり目でああいうことというか、もうほんと違います。さっきのあれですよ、本当にあのあれだなって思っただけです。本当に一瞬一瞬を大事にしたいなっていうあの心の表れです。はいね、だってそれで言うともう21位にはならないから、もう一生この人生でもう21位になることはもうないってわけ、もうなくなったの。でも21位の私を見てくれてた皆さんは存在するわけで、そうだから21位の私を知ってくれてありがとうだし、21位の私を見守ってくれて、その時の私を皆さんの頭の中に残してくれてありがとうって思うし、逆に言うと、そう、これからも22になったわけで、もう22ももう今日からまたカウントダウンが始まるわけですよ。そう、365日のカウントダウンが始まるわけ。この一日一日本当に楽しく過ごしたいなっていう気持ちでいっぱいです。だからあの意味深とかではないんです、全然そういうわけじゃないんです。あのいろいろ昨日考えたというか、本当にそういう機会をいただいたというか、うん、そうそうそう、嬉しい。ほら、なんかそのそれより前から知ってるよとか、嬉しい嬉しい、ありがとう。そう、13歳から活動してますけど、まだ、え、違います、まだやめないです全然私そういうさ、あの心配されたくないんであれなんですけど、やめないですっていうのもあの言わない、言いたくもないんですけど、なんとも思わないんですけど、はい、まああの13歳からこうやっててさ、どこからファンになってくれたとか、どこから見てる知ってるとかもあると思うけど、本当に嬉しい、ずっとその知ってくれて嬉しいし、こうやって今この配信にいてくれるのもすごい嬉しいしね。でも今日もうあれですよ、あの生後何ヶ月みたいな話じゃないですかこの22歳0日目を知ってるのは今ここにいる皆さんだけですから、そこから見てくれて嬉しいし、ありがとう、そういうこと
もう一日ってそういうことなんだなって、うん、一瞬の大切さみたいなのをすごく学びました。ある意味、はい、大事にしようって思います。はいね、本当にこの気持ちをみんなに今共有したいもん。だからどうにかして言葉にこうしたいんだけど、できてるのかな。そういうことが言いたいの。うん、そういうこと。うん、一日一日、そうだからもう楽しく、みんなと楽しくそういられると痛いなって思うし、うん、楽しくなることもしたいし、キャッチフレーズ最高だなって最近本当に自分で思います。自分で13歳の頃に作った自分で作ったキャッチフレーズに最近あのいいキャッチフレーズにしたなって自分のことを思うくらい、そうあの本質だなって思っちゃって、自分の中では笑顔になるなるって、うん、一生言えるかもしれないと思っていますそのくらいなんか、うん、そういうことだなって思います。楽しく、まあいろいろこれからもあると思いますけどね、ね、だからなる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 言ってますけど最近よく、うん、言うたびにあの最近思います。本当一時期はあの言えない時期もあったんですけど、言えない時期ってなんだろう、言えない時期もでもありました。本当に、うん、言うのが言うのをこうかっこつけて言わないとかいう謎の、はい、時代もありましたが、そういう時代も乗り越えて結局言ってるんですけど、はい、すごくあの、はい、今は本当に良かったなってしか思ってないので、うんはい、だからみんなが笑顔になるように、そんな、はい、また日々を過ごしていきたいなと思います。はい、で片付けしてたらさ、すごいね、私のさ、おもろいの出てきたから見て、これさ、二十歳の時に考え、こういうグッズどうですかみたいなのでさ、待って見て、ちょ今机の上にあったから見てほしいの、見て、これが出てきたの。最近整理してたら、あ、なんか立ち位置表がいっぱいあって、見て、こういうこういうデザインを考えてた。バケハだったからだよね多分すごくない？おもろいね。これ何の私なんだろう。21歳の生誕考えてた時、こういうこと考えてました。いけるよね顔描く前髪ウケる。こういう、確かにそう、グッズも作りたいなと思ったの。そう、そういうのもそうやりたいよね。うん、いやだからね、今年の生誕のタオルかなんかで書いたと思うんですけど、アイドルを極めるみたいな、まさにそれですって感じ。うん、本当に極めるっていうか、そうそうなの。うん、でもあんまり言うと本当にあれになってしまうから、そういう日を行う日がどう何も言うことなくなってしまうから、あ、確かにテロップ変えたい。よし、はい、こういうことよ。はいはいはい、いや、うん、だからね、22歳もいっぱいね、あれですよ、あれ、もうみんなにみんなといろいろ楽しくなるように、ように自分もなんか頑張ります、やっていきますそう、だから日々を大切にしてあげましょう本当にそう思います。はい、もう今日は今日しかないですっていう気持ち、とても大事かもしれない、ここに来て思った、うん、ね、早く大人になりたいとかそういうことも思う時もありましたけどね、そんなダメ、一日一日生きたら大人になっていくっていうことですから、大人って定義もよくわからないですけど、うん、
年を取りたいとか、早く年を取りたいって思ってた頃を反省したいです。そんなことを思っちゃダメだと、一日一日をやってたらこうなると、そう、行き着く先は何になるのか、それ私にもまだわからないですけど、この後もでも一日一日こうやって過ごしていけば何かに、何者かにはなると思う、そういうことでっていう考えを持ってるのが22歳0日目の私です。また何言うかわからないんですけど、まあ、それもだから一日一日何かあってそうなるから、だからこの一日一日を逃さないで、皆さんもはいよろしくお願いします、これからも。うん、ほんと気分嫌なからさ、髪切りたいなとか急に言い出すかもしれないし、伸ばそうって言ったりもするような私ですけど、わかります、このほんと日によって人が変わったんじゃないかってぐらいの、そう本当にいろんな、そうなんです、慌ただしいことしてしまいますけど、うん、そういう感じですけど、まあでも一瞬一瞬を逃さないで、あ今日はこういう感じねっていう感じでいてもらえればと思います。そ確かに、まずは親知らず、確かに親知らずもどうにかしたいなと今年は思っていますし、いろいろ試練や困難も待ち受けているかと思いますが、はい何卒22歳の私もよろしくお願いします。ありがとうございます。はいね、本当にいろいろあった、ありがとう、みんなありがとうよろしくね、こちらこそよろしく、ありがとう、いっぱいいっぱいありがとう、涙もろいです、どんどんもろくなってって本当にやばいです、どうなっていくんだろうね、ありがとうございます。うん、ありがとう、ありがとうしか出てこない、ありがとう、ありがとうございますはい、幸せですね、こんなに私の22歳に変わる瞬間をお祝いしてもらえる人が、お祝いしてくれる人がいるっていうのは幸せです。はい、そしてそう、そう、もう気づきました、今気づきました、今日は波動ですしょっぱな波動です、誕生日波動です、誕生日波動、はい、単語ではなく波動に行ってきます、はい そうなんです、初っ端が波動です、どういう22歳になるのだろうと思わせてくれるような0日目は波動です、何が何でも波動です、あとね、何十時間後、何時間後ぐらいには波動です、波動にいます、波動なんです、波動です、ということで波動なんです、で、そうだから絶対に優勝したい優勝しよう、絶対に優勝したいです22歳最初の目標です、明日の波動を優勝することが、もう22歳始まって0日目スタートを踏み出したこの最初1個目のもう目標です、ということで、こんだけたくさんの人が見てくれてると思うとやっぱり言うべきだと思います、エナジーをください、お願いします、応援してください、チームを応援をぜひともよろしくお願いします、お願いします、絶対に勝ちます、勝つように頑張ります、動きます、動きますんでエナジーください、もうそれだけです、エナジーが欲しいんです、エナジー、はい、
なんでみんなからのエナジーをもらって明日は絶対に優勝して優勝したいと思います。頑張ります。頑張るぞー。ポンさんとメグさんだったかな。楽しそう絶対楽しい。そうすごい幸せです。はい、なのでそうですね、明日も明日からもすぐ、明日っていうかもう今日、はい、優勝して始めます。22歳を頑張ります。あのはい、アプリで応援できるので、もちろん会場に来てくださる皆さんも嬉しいんですけど、あのぜひね、そうそうそう、来れないよって方はね送ってください、エナジーを。すいません、エナジーばっか言って、でも本当に優勝したいんです。今までで一番優勝したいです。そうだから全力で楽しみます。はい、ありがとうございます。そしてそう、もうあれかな、タオが発表してるかな、下尾がもう 言うかもって言ってたから言ってるかもしれないけど、波動終わりに YouTube の方でも配信しようと思っております。イエーイ。明日の夜、あの終わったらやります。そう、タオさんが配信しようよって言ってくれたので配信します。嬉しい。うんね、前回もお祝いできたから、タオさんの、タオさんもね、そうそうそう、21お祝いしたんで、私も22、波動終わりなので、そう、多分時間はすごちょっとまた遅くなっちゃう、明日の夜だから。明日の夜は、今日はだからここでショールームで迎えたんですけど、明日は、はい、ナルタオの夜配信がありますので、はい、そう、タオさんから言ってくれたの。私が、でも波動で疲れてるかもしれないって言ったけど、いや、でもやろうよって言ってくれたのでやります嬉しい、うん、なので、はい、ぜひそちらもよろしくお願いします。確かに波動で変なテンションかもしれない、確かにそれも大いにありえます。はいふ盛りだくさん、そうだね、盛りだくさんでいきたいですね。はい、ありがとうございます。一旦報告事は全部できたかな。うん、てか22歳って、私結構ダブルピースしてしまうんですけど、いろんなところ、いろんなところでポーズって言われたらダブルピースするんですけど、22歳って言ってるような気持ちでゾロ目っていいなって思いました22歳、すごいポーズが取りやすくて良いですよね。はい、撮ってスクショ、急なスクショタイム、イエーイ、22、イエーイ、22、撮れた？ありがとうございますありがとうございます。そう、困ったらだからダブルピースをします。明日もダブルピースいっぱいします。22歳なんで、はいありがとうね。じゃあ SNS 周りの目標、あ、いやでも明日もあるからな、そういうさ、22歳のことは明日言おうかな。今日は21歳の話を結構したんで、21歳最後に思ったことを22歳になって言ってたんで、あの最近思ってることみたいな意味でね。明日話すことなくなっちゃうよねそれはそれで、はい、あのお知らせとかはなんか本当に平和に配信しようとしてるので、あのナルタオで多分、はい、なんで、そう、ナナさんが配信してたじゃないですか、 YouTube で。ナナさんの一人で配信してて、そう、ツアーねやるみたいで、すごいね、おめでたい発表やってて、でも私は発表事は何もないですけど、
でも楽しく配信しますんで、タオさんとできるしね。また明日は明日の配信ですよ。明日っていうか今日なんですけど、うん、そうそうね。なんでよろしくお願いします。はい。ね、うん、なるちゃんのハッシュタグある、ハッシュタグ、ハッシュタグはあのさっき最後のツイートのやつです。あれがオーソドックスっていうかだよね。あれでお願いしますね。ありがとうね。うん、何時からですか。うん、22時半頃ですかね、早くて。うん、終わってからなんでちょっといろいろまだ読めないんですけど、はい、予定しております。はい、よろしくお願いします。はい、さあね、たくさんなんかあのね、ギフトありがとうございます。読み切れないくらいすごくありがとうね。でもさ、そう、12日だよね、今週の、そう、12日にあの、そう、あのやっとイベントがあるじゃないですかね。そう言ってね、なんかどんどんできたらいいな。でもこういうのって私の願望だから形になるのかあれですけどね。こうやってなんか昔善悪みたいな感じだもんね、イベントって。ライブしてなんかその後に写真撮ったりとかできるからね。そう、そういうのがね、どんどん増えていったらいいなと思うし、うんね、まあとりあえずみんなが本当ふざけてないですけど、みんなが笑顔になるなるになればいいなって思うだけです。ただただそれだけです。はい、あんまり考えてないです、そんなに。はい、シンプルなんですけど、それだなって思います。気づいたら笑ってる顔が見たいっていう、うん、それだけなので、まあ22歳もよろしくお願いします。チームツアーとかね、確かにそう、あの本当にいろんなことしたいよ、したいなって思うことがいっぱいあるのって幸せですね、本当に。やりたいって、でもやりたいって思ったこととか、そういうのは口に出していこう。それこそ好きって言ってたらこうなったかもなることもあるっていうかね。なんで本当つぶやきが大事なのかもしれないです。もしかしたらつぶやかなければいけないのかもしれない、うん。そういうことかもしれないってことで、毎日、いや無理かもしれないけど、あのつぶやこうと思うというか、はい、大事かも。口に出す、そう、あれですよ、つぶやきのあれじゃないです、 SNS のつぶやきもそうですけど、あのちゃんとつぶやけるようにならなきゃな思いました。うん、ことだまあ、そうです。ことだまあよ。うん、ね、ありがとう。ありがとうしか言えないよ。はい、さあ生誕祭あるの、あ、すごい、生誕祭すごい聞かれるんですけど、今んとこ多分まだ先なんじゃないかな、結構まだね言われてないっていうか、あの目処が立ってないです。すごい聞かれるから言っとくけど、一応すぐではないかもですね。今年中にできたらいいけど、
微妙ですね、わかんないです。とってもまだだって、そう私よりも早い誕生日のそうメンバーまだできてない子結構いるので、そう年内できたらいいなぐらいですよね。本当もしかして順番待ちなんで本当、はい、続きましてって感じでやってるのでね、公演もたくさんでも出たいなって思ってるし、はい、まああの親しらの件が親しらって略せてないよね、別に図しか略せてないねお代理的な感じになってるのお代理なしか略せてない、親しら、もう親しらがあのどうにかなればですね、そう出たい公演もありますし、そういう意味ではそうそう一日でもそうだから過ごせる時間を増やすにはそういうことだなと思う。そう覚えればでね、みんなと過ごせる時間がね増えるわけですからそういうことよ、うん、まあそうとりあえずよろしくお願いします。はい、もう満足、言いたいことは言った気がするよ、言えたよねきっと、うんだと思います。ありがとうございます。はいね、本当に言葉ベタというか、なんだろうな、まとめるのが苦手なんですね。思ってることいっぱいあるんですけど、でもなんか言えるように語彙力高めたいですね。あとはそういつもあのそう、まあ、一番なんか書きやすい場所が昔からあのメールだったりする、なんかメールには書こうと思うんですけど、メールでも書けないこともあるんです。なんかなんて言葉にしていいかわからないみたいな時もあるから、言葉にするのを上手くなりたいなってことは、やっぱり下手でもいいからなんか言葉にすることだなと思うので、うんそうなので、昨日のメール長かったと思うんですけど、あれも3、40分ぐらいかかりました、まとめるのに。とりあえずなんか感情を出してそっから文字にしていくから、なんて言うんですかね、もううん、そうなんです、時間がかかっちゃうけど、でもどうにかまとめるのが、そうまとめようと思います。でもうん、読みづらいかもしれないですけど、そのままで言ってくれ、そのままで言ってくれ、だからね、確かにちゃんとそう言って伝えられる人になりたいと思います。はい、ありがとう、うん ってことで、はいもうカウントダウンは始まりました。もう今日ももうね、20分ぐらい過ぎたよね、もうきっとね、あっという間です。いや本当にこれからもます、早いね、早いねってことはないことないようにしたい、だから早いねって、そうだよ、まあ一日早いな、楽しい時間はあっという間っていう言葉は本当にそうだなって思います。でもそれだけはそうなんだよね。ってことはやっぱり楽しくしてあっという間に1年にした方がいいのかな。いや違うな、なんか1日1日を大切にしたい、でも1日はあっという間に、楽しい時はもうあっという間に終わってしまう、そしたら早く1年が終わってしまうみたいになってしまうね。全部があっという間になったら困るんだけど、それそれで、まあ、色濃くあっという間な、色濃いあっという間をいっぱい作りたいですね。だからそういうこと矛盾してるんよ、だからさっきから思ってることと言ってることが、うん、何言ってるのか私もよくわからなくなってきたんですけど、まあほんと楽しくいこうねっていう、簡単にまとめると、まあ笑顔になるなるっていうことですねっていうまとめ方になってしまいます。まとめが下手ですけど、はい、まあそうですね、またよろしくお願いします。じゃあもうそうですね、夜も深いことですし、そんなことないんですけど、今からまた編集して寝ます編集も頑張ります。はい、ということで今日もありがとうございました。この瞬間に
立ち会ってくれてありがとうございました。幸せです。はい、特に誕生日だからってなんか盛大に生きてるわけではないですよ。全然普通の日です。普通の日に変わりはない。一応周年っていう区切りですけど、あ、でも私あれです、あの朝ぐらいに生まれたんでまだ生まれてないんです実は。はい、朝までやりますか。それにはちょっと体力が、明日の波動に向けての体力作りができないので、寝るって意味でちょっと朝までまあできないんですけど、そう確か午前中に生まれました。確か、はい、朝です。だから正式には朝かもしれないんですけれども、とりあえずありがとうございます。はい、ということで、そう昨日、そうママともあのワンピースのシール開けただけじゃないんです、ちゃんとあのお話ししました。なんか久しぶりに喋りました、あのいろいろと、うん、そうワンピースマンチョコ開けてる平和な時間もあったけど、もちろんいろんな語りもしました。はい、でもやっぱり高校生ぐらいで止まっていると言われましたけれども、はいそう、あのあまり電話とかもできてなかったから、実家に帰ったのも実はそう、あの稽古の時はずっと泊まってたんで、ホテルに夏5月とか6月ぶりにそう実家に昨日一瞬でしたけどね帰ったんでね、そうそれもあれだったな、幸せでした本当はい、まあこれからもよろしくお願いします。じゃあ今日の配信は終わります。ありがとうございました皆さんありがとう。最後の方はそうもう何またまとまってなくて本当に申し訳ないんですけど本当ありがとうございます。じゃあランキングは読みますね、毎回これはやってるのでね、なんかあのきっとランキングとかじゃないなとは思うんですけど、ランキングじゃないなっていうか、そのたくさんお会いしてくれてるのでね、今日ほら全員分言えてないからありがとうね、でも本当にお祝いいつも言ってるけどありがとうございます。言えてないけどありがとう。設立がいっぱい飛び交ってた、わけわからんこと言ってる時に、はい、じゃあ読みます。13位銀狼さん、12位ゆかアットマークナルリー推し誕生日おめでとうかな、ありがとう。ゆうアットマーク誕生日おめでとう、ありがとう。10位レイナアットマーク誕生日おめでとうまでしか見えない、ありがとう。9位香港の春もアットマークなるちゃで終わってる、なるちゃの続き教えてください。8位ケータありがとう。7位パティシエさんありがとう。でもみんなアットマークの続きがきっと長いから読めないんだよほのかアットマークなる大好きまでしか読めない、ありがとう。5位はじめアットマーク22歳も笑顔にしか見えない、多分なるなるありがとう。4位栽培アットマーク親しらとってで来てねなのかな、ありがとうございます。3位ヒューガ22歳アットマークめでたいまでしか読めない、ありがとうありがとう。2位たありがとうございました。1位一途なくらぐり、これからもよろしくねかな、ありがとう。ちゃんと読みたいけどね、なんか途切れるんよ、途切れとるんよ、予測してるよもう全部、うん、ありがとうねみんな。そんな感じかな、きっと合ってるかな、嬉しい。まああのツイートしてください、ぜひ言えなかったこととかは頑張って読みますみんながあのなんかアクションくれるとこ
ボタンポチポチ押してます。見てるよ、ありがとう。ってことで今日は締めますありがとうみんな。じゃあ22歳もよろしくお願いします。じゃあまたね、また次の配信で、バイバーイ。